ウェブ就活のすすめ、今回のテーマは、ウェブ説明会のマナーです。この講座では、ウェブ説明会のマナーを理解するというところを目的として、以下の内容で進めていきます。事前準備の復習、それからマナー一つ目として、説明会中はマイク、カメラをオフにするということ、マナーの二つ目、メモを取るということ、マナーの三つ目、質問の仕方、マナー4つ目、終了後は3秒待ってから切るというところですね。まず、事前準備の復習ですけれども、ウェブオンラインの説明会でも事前準備というのがとても大切になるので、しっかりと確認をしましょう。まず1つ目として、接続情報の確認ですね。企業や主催者から、オンラインでの説明会の招待、案内のメールというのが届いていると思いますので、そちらで日時であったり、どんなツールを使って、説明会が行われるのかというところをしっかりと確認をするようにしましょう。二つ目、オンライン説明会の服装ですけれども、基本は私服で問題ないかと思います。まあ、説明会の場合基本的には参加者側のカメラはオフの状態で、企業からはこちらが見えない状態で行われるケースが多いので、その場合には私服で問題ないと思います。で、まあ、こちら側のカメラがオンの状態で参加するであったり、まあ、企業から特別指示があればそれに従うようにしてください。3つ目、メモと筆記用具を準備しましょう。これは通常のオフラインでの説明会と同様ですね。重要事項はしっかりメモを取れるように準備をしましょう。それから4番目、10分前までには接続してスタンバイするようにしましょう。まあ、周りの環境を整えて静かな、邪魔の入らない部屋というのを確保した上で、10分前までに余裕を持って、接続していくようにしましょう。続いて、マナーの一つ目ですね。説明会が始まりましたら、マイク、カメラは基本的にオフの状態にしておいてください。まあ、基本的に最初始まる前、マイクとカメラオフの状態で接続をします。で、説明会の最中にですね、参加者の側から発言をするとかっていうことは基本的には あまりないので、マイクもカメラのオフのままで問題ないと思います。あるとすれば質疑応答の時間だと思うんですけれども、その時だけオンにするということでいいかと思います。で、まあ、ポイントとしては説明会の最中にマイクがオンになっていると、こちらから発言をしていなくてもですね、例えば息の音だったり、周囲の雑音、まあ、あとはキーボードを打つような音とかも結構大きく響いてしまって、説明会の妨げになることがありますので、必ずマイクはオフにしておきましょう。二つ目、メモを取るということですけども、これは通常の説明会と同様ですね。重要な事項はメモを取って忘れないようにしましょう。オンライン説明会の場合も、説明資料というスライドを、まあ、画面上に表示して説明されることは多いと思うんですけれども、それが配布されないケースがたくさんあるので、しっかりメモを取っておくようにしましょう。そしてマナーの3つ目、質問の仕方ですね。これが重要だと思っています。大原則として、オンライン説明会での質問の仕方は企業側、主催者側の指示に従って行うようにしましょう。マイクを使って音声で質問をするという説明会もあれば、マイクは使わずにチャットで質問をしてくださいという説明会もあります。質問は一切受け付けないという回もあるかもしれませんので、それは企業の指示に従うようにしてください。で、まず一つ、音声で、マイクを使って質問をする際の方法ですね。丸一番、指示があったら、マイクをオンにして質問するというところですね。これから質疑応答の時間ですというアナウンスがあってから、マイクをオンにして、こういったミュートを解除するボタンをクリックして、オンにした後質問をしましょう。例として勤務時間の変更について相談することは可能でしょうかというような質問を挙げてますね。で、まあ、こちらから質問をすれば企業の担当の方回答をしてくれると思います。まあ、回答を待ってる間というかですね、質問、自分が質問をし終わったらですね、マイクをオフにして、企業の方の回答を聞きましょう。こまめにマイクをオン・オフすることで、できるだけ雑音を抑えることができるので、徹底するようにしてください。で、企業からの回答を聞けましたら、マイクをオンにして、ありがとうございましたと
お礼を言いましょう。で、もし何か不明点、すみません、ここが理解できませんでしたということがあれば、追加で質問をすることも問題ないと思います。続いて、チャットでの質問の仕方ですね。まあ、指示がまた音声の時と同じように、これから質疑応答の時間です。チャットで質問を送付してくださいというアナウンスがあったら、チャットで質問を送りましょう。で、チャットで送る場合、いろんな参加者が次々にこう質問を投げるということが多いので、必ずしもすぐに回答が得られないかもしれないんですけれども、企業の方、まあ、順番に回答をしてくれると思いますので、回答を聞けたら ありがとうございますという形で、これもお礼をチャットで送れるといいかなというふうに思います。で、具体的なチャットの使い方、これは用いられるツールによって変わってはくるんですけれども、一例として Zoom の画面を表示しています。Zoom の場合、まず下のツールバーというんですかね、にあるチャットのアイコンをクリックします。この吹き出しのマークですね。こちらをクリックすると、右側にチャットのウィンドウが出てきますので、質問したい内容を一番下のこのウィンドウに入力をして、エンターで送信ができます。すると、上のグループチャットというところにメッセージが表示されますので、これは他の参加者も、あとは、説明会の主催者である企業の側にも見える状態ですので、こちらを拾っていただいて、質問に回答していただけると思います。ので、ぜひご活用ください。以上が質問の仕方になります。最後ですね、マナーの4つ目、終了時なんですけれども、説明会の終了後は3秒待ってから切るということですね。説明会終了のアナウンスがありましたら、すぐには切らず、ゆっくりと3秒待ってから切るようにしましょう。これで本日の説明会終了です。ありがとうございましたというようなアナウンスが企業の側からあると思いますので、ただその後、企業の方も言い忘れ等あるかもしれませんし、話が続く可能性はあるので、ゆっくりと3秒落ち着いて待ってから、何もないなと確認してから退出するようにしましょう。はい。で、まあ、説明会終了後、アンケート等あることが多いと思いますので、対応が必要な事項があれば、対応するようにしましょう。ですね。はい、まとめです。オンライン説明会、スムーズに参加するにあたって、事前準備しっかりするようにしましょう。説明会中はマイクやカメラをオフにしておくのが基本です。で、重要事項は通常の説明会と同じようにメモを取っておきましょう。質問をする際は企業側の指示に従って、チャット文字情報で送るか、もしくは、音声で、マイクをオンオフを使って質問をするようにしましょう。で、説明会が終了した後、ゆっくりと3秒待ってから切るようにしましょう。はい、以上で、オンライン説明会、ウェブ説明会のマナーについての講座を終了いたします。